きましたね、沼津。いよいよ今日、良いパフォーマンスの秘訣を伝授していただけるのですね。一体、マリさんはどんなことを行っているのでしょう。私にもできるでしょうか。いいえ、どんなに難しくても必ず習得しなくては。Hello! Welcome to Nunez! こんにちは。迎えに来ていただいてありがとうございます。いいのよ、せっかく二人が来てくれるのに、のんびり家で待つなんてできないわ。むしろ東京まで迎えに行きたいと思ったくらいよ。さすがにそこまでしていただくわけには。マリーがしたいんだから気にしなくていいの。次からは迎えに行くわね。ヘリなら移動も電車よりスムーズだし。ヘリ？道中素敵な旅だったかしら、しおり子。はい、電車の中から見た景色は素晴らしかったです。それに自分がアクアの皆さんが生まれ育った土地に向かっているのだと思うと気が引き締まりました。アクアが生まれた土地か。そうね、今のマリーに育ててくれたのは間違いなくこの沼津と、ここで出会った仲間たちよ。のどかで自由で暖かくて、ここに引っ越してこなかったら今のマリーはいないわ。もしそうならマリーは今頃何をしてたのかしら。沼津での経験もきっとパフォーマンスに影響しているのでしょうね。生活環境によって人の行動や意識が変化することはよくありますから。私もこの沼津できっと成長してみせます。マリさん、今日はどうぞよろしくお願いします。もう硬い硬い硬いわ。もっとイージーに沼津をエンジョイしましょう。あ、はい。まだ硬い。すみません。普段の練習場所ですか？となると学校、いえ、どこか別の場所に練習場が。トレーニングという点についてはまあ当たらずとも遠からずってとこね。でももっと楽しくて素敵なところよ。楽しくて素敵なところ。イエス。さあ二人ともマリーについてきて。